亮太くん、キャンプに行こうや。もしもし。もしもし。キャンプ行こうぜ。いいに決まってる。キャンプに。お、俺誕生日じゃん。誕生日だよ、亮太くん、俺。キャンプ行こう。あ、どうしようかな。キャンプ行ったら、イベント始まっちゃうから。帰りのやつ見れないかもな。一旦違うとこ行く。臨海公園でも行っとく。ああ、俺も思ってた。嘘ついてどうするんだよ。いいじゃん。いいし。買いに行きますとも。サンリッチ。万年筆って使うのかな。持ってないけど、使おうとも思ったこともないけど。りょうたくん。シオン、お待ちしてました。お待たせしました。誕生日おめでとう。プレゼントを喜んでもらえるといいけど。まあ、お前が覚えてた時点ですでに喜んではいるけどな。わかったわかった。さすが幼馴染。俺のことわかってるな。気に入ってくれた。当たり前だろ。もし気に入らないなんて言ったら、そいつは偽物。じゃあこの亮太くんは本物だね。ああ、大事にするよ。プレゼントもお前も。あれ、りょうたくんまだ来てない。来てないんだ。りょうたくん何かあったのかな。ねえ、君は知りたい、知りたくない。もう一回りょうたくんにクソ怒られたやん、おじさん。うん、知りたくなってきたでしょ。おい、てめえ何してんだ。ほら怒られた。まだこの子が終わってからだよ。ふざけんな、こいつに近寄るな。ん、まあまあ、りょうたくん今黙らせるから。てめえ、こいつに何かしたのか。ほら、どうした。だよ、それはスマートじゃないだろう。してません。ああ、ふざけんな。どうした。怒られるんだから、一回怒られてるから。こっち来てろ。反省して。ふざけてないからね。なんなんだあいつ。助けてくれてありがとう。ごめん、俺が遅れたから。遊覧船乗る。いいけど、はしゃぎすぎんなよ。どうした。大丈夫、落ちる真似はしないよ。たく、そこまで体張ってボケようとは思わない。港から見る海ってさ、砂浜とは違った魅力あるよな。世界一周とかしたいね。俺はいいぜ。でもさ、みんなびっくりすんだろうな。いい感じだよね。へえ。変な感じ。変な感じ。お前のその顔、俺と同じくらい楽しめたってことだよな。よし、また来ようぜ。どうした。また来ようぜ。繋いで帰るか。ほら、帰るぞ。ここで解散なわけないだろ。ん？ね。せっかくなんだし、ゆっくり過ごそうぜ。シオン、ちょっといいか。ここまで引っ張るつもりなかったんだけどさ。え？誕生日おめでとう。ありがとう、1年目スルーされたのに。覚えててくれたの？忘れるわけないだろう。でも心配したよな。もっと早く言えばよかった。心配した。これ、プレゼントな。
ありがとう、すごい嬉しい。よかったな。俺はプレゼント隠し持ってる自分が面白くて仕方なかったよ。どこに入れ、懐に入れてたの？そうだったんだ。ああ、早くお前を喜ばせてやればいいのに、バカみたいだな。いやでも、序盤に渡されてマリーがずっと持っとくのもあれだよ。うん、そんなことないよ。サンちゃん、またな。またね。アンティークのアクセサリースタンド、いいやん。見つけた、マリー。みちるさん、ひかるちゃんどうしたの？少し遅くなっちゃったけど、お誕生日おめでとう。ありがとう。午後の授業は眠くなっちゃうな。シオン、さっきの授業眠そうだったな。リョータ君見てたの？ガクってなってた。3回も数えんなよ。実は俺も眠くてさ、眠気覚ましにお前見てた。私、お前の真剣な顔見たら気合い入るかなって思ったらさ、無理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 、眠そうな顔してた。でもおかしくて目は覚めたよ。そんなんで目覚めるんならいいね、リョータ君。次スイマが来たらまたよろしく。まあ何もしてないけどな、マリーは。リョータ君来るの早いね。うん、けどお前もそうじゃん。なんで何赤くなってんの？ん、もっとこっち来いよ。そういうファッションでも個性を主張できるのって才能だな。そうか、すごいな。服も色もアクセサリーまで完璧じゃん。やるなら徹底的にね。ああ、俺が断言する。誰よりもお前が一番よく似合ってる。マリーだったらもう何でもいいんだよ。都会を忘れて自然と触れ合うね。ありがちなキャッチコピーだよな。いいよな、住みたいな、羽ばたきし。日常を忘れて自然と一体にだって。キャンプ場行こうだな。それ正解だ。ん？行こう。言っておくけど、もう話す気ないから。キッチンで料理するのとは勝手が違いそうだな。そりゃ違うでしょう。バーベキューね。ああ。あれ？どうした？イベントが起きません。お前の手。じゃあ最後にさ、もみじ見ながら炭で沸かしたコーヒーでもどうだ？もみじ見ながら炭で沸かしたコーヒー、おしゃれ。よかった、イベント見れないかと思って焦ったわ。ごちそうさま。まだだ。どうだ、あら、お前これ好きだろ？焼き芋。コーヒー飲んだ後に焼き芋食べるの、りょうたくん。目まん丸だね。いつの間に？りょうたくんマジシャンみたい。どっから出したん、焼き芋。焼き芋出すマジシャンなんて聞いたことない。いいやん。ほら、熱々だから気をつけろよ。うん、おいしそう。いただきます。ねえ、そんなにじっと見られたら食べにくいよ。ああ、そうだな。お前が夢中でかぶりついてるからさ。ほら、喉詰まるぞ。もう心配性なんだから。ごちそうさまでした。ありがとう、りょうたくん。いいんだ。
俺もありがとうな。え？そんないいリアクションしてくれるとこっちもやりがいがある。今度は私がりょうたくんの好きなものサプライズで準備しようかな。何がいい？マリーだよ。もうそれサプライズじゃないな。ま、俺の好きなもんはいつも目の前にあるからさ。ね、いつも目の前に？それって、お、マリー気づいたか？たく、お前のせいで一日が終わるのあっという間だった。次は俺から誘う。頼むな。どうした？頼むな、りょうたくん。こうしてまた過ごせるなんて俺たちすごいよな。ほら帰るぞ。どうした？帰ろ帰ろ。せっかくなんだし。今さらそんな気使うなよ。どうした？おやすみ。早く返さなきゃって頭では分かってる。Don't do that again って英語？ Don't that again？ 何？二度とやるなって意味だよね。でも何のことだろう。え、怖っ。何？二度とやるなって何よ。スキンシップそんなしてないやん。あれ、あそこにいるのりょうたくんだよね。せっかくだしおしゃべりして帰ろうかな。風出てきたね。話し込んじゃったな。暗くなる前に帰るか。帰ろう。あれ、りょうたくんのポケット膨らんでる。何か入ってるのかな。どこ？ポケット？胸ポケット？さすがの嗅覚だな。嗅覚？お前と食べようと思ってさ、焼き芋隠し持ってた。焼き芋出すマジシャンじゃん。ちょっと待って、いつから持ってたの焼き芋？ポケットほかほかじゃん。制服の中に隠してたらすっかりタイミング逃してさ。ちょっと待って、いつから持ってた焼き芋？制服の中に隠してたらってもうそれほかほかじゃないんじゃない？やった、ありがとうりょうたくん。その顔、キャンプの時も喜んでくれたもんな。うわ、マリーが喜んだから本当に焼き芋、まず、ん？焼き芋出すマジシャンと化したね。遅くなるから歩きながら食べようぜ。あ、いのりくん、いのりくん、いのりくん、喫茶店行こう、いのりくん。あ、なんで？あ、予定があるなら。予定なんてないし、行く。行こう。かわいいな、いのりくんは。何？あ、りょうたくんのことについて聞いてみようかな。ねえ、この頃りょうたくんに絡みに行ってない？何その表現。絡んでるつもりはないけど。嘘じゃん。そっか、でも最近仲いいよね。仲がいいっていう表現が妥当なのかは別として、りょうた先輩はあの容姿で何でもできるし、人気もあって人当たりもいいし、純粋にすごいなって思ってた。過去形？最近よく話すようになってからイメージ変わった。この人もいろいろ気苦労絶えないんだなって。同情することが増えたし。同情すること増えた？そうなんだ。君がそんな感じだし。私？ま、見てて面白いし、この関係が続くのもいいかな。面白がってる？でもやっぱりなんだかんだ仲いいよね、いのりくんとりょうたくん。笹もな、入れてあげて。いや、どうだろうな、文化祭あるし一旦寝とくか。今年の文化祭は学園演劇です。皆さん、
準備に参加してください。2週間後の文化祭を目指して頑張りましょう。委員長やる気だな。文化祭フィーバー。あ、りょうたくんだ。りょうたくん、喫茶店行こう。いいな、行こう。行こう。そんなに喜ぶことかよ。そっか。ところでりょうたくん。ん？どうした？ちょっとドキドキしてる。あれ、どうしたんだろう、私。すごくドキドキして。シオン、どうした？急にドキドキしてきて。 おい、体調が悪いのか？そうなるよね。大丈夫かよ？あ、え、体調じゃなくて、多分リョータ君と一緒にいるから。ちら、え、お前その展開急すぎ。ちょっと待て。ふう、よし、こっちはオーケー。はあ、行ったら少し落ち着いたかも。もて遊んでる、マリーが。こっちはもうしばらくかかります。え、りょうたくん、タイミングがずれてるよ。お前にだけは言われたくないよ。はあ、この会話面白いんだよな。こんなやりとりもドキドキしちゃう。それ見て俺ニヤニヤしちゃう。今日の文化祭、私が参加するのは学園演劇。準備急がなきゃ。みちるさん、今年は？マリー大丈夫、今年はしっかり対策してきたから。対策とは？文化祭準備期間中に恋愛もののドラマや漫画をたくさん見て耐性をつけたの。耐性って？だから少しぐらい甘酸っぱいシチュエーションを見たって動じない。そっか。でもその漫画やドラマ、素敵なお話だったな。思い出すだけで顔が熱くなっちゃう。逆効果じゃん、耐性つけてないじゃん。やだ、私また顔が真っ赤になってる。今年も盛り上がってるな。郊外からのお客さんも多いし。あら、ちびっこかけっこ教室開催だって。ついにちびっこかけっこ教室と開催しちゃった。さっさ、わーい、行く行く。かけっこ教室、もう今年はさ、運営に届け出してかけっこ教室やるんだ。そうだったんだ。さっき男の子が嬉しそうだったよ。マジで？その子が運動会で1位になれるように教えてくる。お、頼むぞ、さっさ。頑張ってね。いいことしてるやん。さっさく、毎日厳しいトレーニングしてるもんね。楽しく子供たちと走れてよかった。大丈夫？疲れてるみたい。ああ、全部済ませてきた。シモンのお客さんや後輩、敬老会の人たちと回ってきた。忙しいね、リョータ君。今年もモテモテだね。うるさい。だからほら、行こうぜ。でもリョータ君はあちこち回ったんでしょ？そうだよ、お前と回るためにな。ありがとう。よし、じゃあさ、校門入るところからやろう。いいわ、そこからはいいわ、めんどくさいから。よし、最後の文化祭楽しもう。もうすぐ開始時間だ。あー、セリフ忘れてないかな。シンデレラ。あ、はい。あ、はい。しっかりなりきってんじゃん。もうからかわないでよ。悪い。あ、そうだ、
先にお礼を言っておく。え？準備期間の練習楽しかった。もし本番の舞台失敗してもお釣りが来るくらい。いいことです。これより羽ばたき学園学園演劇を開演いたします。というわけで俺たちはもう十分楽しんだ。あとはみんなのために頑張ろうぜ。頑張ろうぜ。ああ、姉たちにいびられてくるか。風間くん、こっち向いて。めちゃくちゃ人気じゃん。りょうたくんすごい人気だな。あ、もっと集中しないと。私はこのガラスの靴の持ち主を探しています。王子様、その靴は私のでございます。あ、入らないわ。はあ、合わないようだ。セットちゃんとしてるな。学園の演劇なのに。お姉様、次は私。入りました。小さすぎる。ここにもいないようだな。ちょっと棒読みなんだね、レオタ君は。ミカゲッチクソうまかったけど。あの、待ってください。私にも。あなたは。あなたの足に合うはずないでしょう。下がってなさい、シンデレラ。シンデレラ、来なさい。はい、王子様。見て、マリーの足めっちゃ綺麗じゃない。リョータ君、本当に王子様みたいだな。ああ、ダメ、リョータ君、足が逆だよ。やっと会えた、シンデレラ。あの舞踏会の夜、私の心を奪い、12時の鐘の音とともに消えてしまったのは、あなただ。王子様。あ、鐘の音鳴ってる。もうどこへも行かせない。今日からこの鐘の音は別れではなく再会と永久の誓いの象徴となる。結婚しよう。もうアイドルじゃん、りょうたくん。りょうたくん、足間違えたでしょ。びっくりしたよ。俺も焦ったよ。でもお前のおかげでなんとかなったよな。大きな拍手もらえたし、みんなに喜んでもらえたみたい。よかったな。それじゃ、さっきの返事待ってるから。さっきの返事？え、まさか結婚のこと？プロポーズが早いわ。いよいよ私たちの代のローズクイーンが決まる。見て見て、マリーがローズクイーンだよ。いや、もう楽勝でしたわ。マリー、おめでとう。私たちもとっても嬉しい。ヒカルも超嬉しい。マリー、やったね。私がローズクイーン。でもガウンもらえるだけなんだよな。シオ、ローズクイーンおめでとう。リョータ君ありがとう。でも私でいいのかな。いや、お前しかいないだろ。いないだろう。やっと時代が追いついてきたな。え？俺なんかも10年以上前から知ってたよ、お前の良さ。だから今更って感じもするけど、ま、正しい価値が万人に認められるのはいいことだ。え？なんか作品や商品みたい。価値あるものはそれにふさわしい評価を受けるべきってことでは一緒。いいこと言うな、リョータ君。そこだから、お前がローズクイーンになることは正義だ。正義とか言い出したらまたちょっとややこしくなるけど。ありがとう。そんな風にリョータ君が言ってくれると嬉しいな。ただ、価値あるものは価値がわかる人間と一緒にいないと意味がないんだ。そうな。そういうことだからよろしくな。よろしく。学園劇で主演もできたし、充実した楽しい文化祭だったな。こうして高校生活最後の文化祭は幕を下ろした。
頑張ってストレスゲージ上げよう。ドテトーク。改めて言うのも変だけどさ、よかったなローズクイーン。ありがとう涼太くん。でも私でいいのかな、その会話した。ほら、もっと堂々としろよ。勝者の振る舞いって大事だぜ。じゃないと負けたやつが浮かばれない。堂々と胸張れよ。負けたやつってそんな本気でローズクイーン目指してる人いないでしょ。わからんけど。そうなのかな。あそこにいるのってローズクイーンの先輩じゃね。もう有名人じゃん。隣は若様、風間先輩だよ。付き合ってるのかな。恥ずかしいね。こら、お前たち丸聞こえなんだよ。すみません。すみません。すみません。謝る気ゼロだぜ後輩たち。涼太くん声大きいよ、みんなこっち見てる。わあ、うん、今日は一緒に帰れそうだったからさ、どうかな。じゃあチャーして帰ろう。いいよ、その方がいろいろ話せるもん。涼太くんのことについて聞こう。うん、何？さっさ、最近涼太くんとよく話してるね。そうだな、昔もこんな感じで話したり遊んだりしてたのかもな。してたのかもね。幼稚園の頃の記憶なんてほとんどないよな普通。涼太はよく覚えてるみたいだけど、あいつ時々すごく具体的なこと言ってくる。ちょっとビビるぞ。涼太くんらしいかも。どんなこと？鬼ごっこの話、運動会、遠足。作り話の可能性は捨てきれないけどさ、遠足の話は面白かったな。聞きたい遠足の話。羽ばたき山のピクニックでさ、うん、じゃんけんで負けた方が荷物持ちするって勝負してたらしい。ほう。それで涼太が負けて俺のリュック背負ったら重すぎて歩けなかったって。さっさ何入れてた？あいつが言うにはトレーニング用のウエイトが入ってたとか。幼稚園の頃からそっちの方が驚きなんだけど。絶対作ってるよな、そんな幼稚園児いないって。いないよな普通。でもさっさだからな。でも今のさっさくんを見てると作り話とも言い切れないかも。作り話じゃないでしょ。